より結果を残して掴み取ったか、掴み取った学校、カーブを追っていった、ライトがあった、加藤翔平、ライトへ、どうか、入ったー、翔平の一発、先制ホームランが出ました。加藤翔平、今季第1号、そして今季ロッテ最初の得点。右中間、打球は右中間の真ん中を破っていきました。さあ一塁ランナーの銀次は三塁を回ります。バックホーム、クロスになる、タッチアウト、ホームタッチアウト。素晴らしい中継プレーでした。マリーンズ、ナイスプレーですね。これは大きいんじゃないですかね。スタンドです。これもセンターです。左中の方向、風に乗りながら、乗りながらのラグーン、ラグーンか、ラグーンか、ラグーンでした。左中間に加藤翔平、今シーズンの第2号ホームランが出ました。ライトにはうわ、加藤翔平渋い、ナイスプレーです。これはよく取りましたね。スーパープレーですよね。強い打球でした。加藤翔平、さあバッターランナーは、これは強い打球でした。ライトの前は出てきました、ダイレクト、加藤翔平でした。ギリギリの判断でした。大関さん、はい、今のプレーお願いします。まあ、ライナーフェードかっていうのは大事なところではありますよね。これは右方向、セカンド危ない、大丈夫か、うわっ、取ってるか、加藤よく取りました。またビッグプレーです。大関さん、今まあ、ライナーのところですね、これも掛け合いの部分、あと何イニング投げてくれるのかなってね、思いますよね。センター前ヒットでした、加藤翔平。ただスタート切ってる、こういうは成功でした。ダブルチーム、セカンド後方です。ライトかセカンドかどちらか、最後ライトの加藤翔平、続けていきました。加藤翔平は3本、守備でもいいプレーが続いていた